雪玉雪玉は雪で作られた球状の物体であり、通常は手で雪をすくってほぼ拳台に固めて作る。しばしば雪合戦等のゲームのために作られる。また、異なる大きさの雪玉を組み合わせて雪だるまが作られる。雪を固める際に手でかける圧力が仕上がりにとって重要である。弱い圧で握ると軽くて柔らかい雪玉になり、 湿った雪を使うか強いやつで握ると、アイスボールとも呼ばれる、硬い雪玉になる。雪が覆った面上で小さな雪玉を転がしてより、大きな雪玉にすることもできる。雪玉効果という言葉は、このプロセスから来たものである。雪だるまのパーツもしばしばこの方法で作られる。雪玉を作ることのできない温度と湿度の範囲も存在する。 粉雪の場合も雪玉を作るのが難しい。温度が摂氏0度以下で雪にほとんど水が含まれていない場合、脆い雪玉になる。摂氏0度かそれ以上で雪に有海水が混ざる場合、より接着が良くなる。雪の上を歩いた時にきしんだ音がすれば雪が乾いていることを意味するので雪玉を作るには良い条件ではない。特定の稀な状況下では、 雪まくりという現象が起こり、自然に大きな雪玉が形成される。その条件は、これらの条件は適切な場所、適切な時間で起こるため、現象であるとみなされている。特殊な状況下では、評判の上の波の動きが雪玉を作ることがある。バーバラスレイが1969年に表した子供向けファンタジー小説ザ・スノーボールは、 子供に変身した雪玉が主人公であった。ありがとうございます。